特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。秋山さん、青コーナー250ポンド秋山純、赤コーナー255ポンド川田俊明、レフェリー和田恭平、高らかに澄み切った音色が会場に吸い込まれていきました。放送席ジャイアント馬場さんです。両雄の表情をご覧になりまして、どういう正直なところを感じになりますか？これはもう寝るしかないんじゃないですかね。そうですか。エルボーを打ち込みます。打っていきます。エルボー、2位を突き上げます。フライングメイヤー、そのまま腕を決めていきます。エルボー、打っていきます。どうでしょう、最近の秋山はちょっとした風格すら漂ってまいりますよね。そうですよね。秋山の一番いいところは投げ技が連続して出るということですよね。はい。腕ひしぎ逆十字の体勢、DDT、逆に返します。投げていきます。後頭部を捉えます。首から落とします。天才的なレスリングセンスを持つ秋山純、しかし天才って言われるのは嫌いなんです。何もしないでできるみたいじゃないですかと言います。日々の鍛錬があったからこそ現在の秋山の強さがあるのです。そのまま投げつけます。秋山、逆に返した。ストマックを狙っていく。ここは休みたくないですね。そうですね、ここは一気に行かないとダメですね。馬場さん、お願いします。いや、ちょっとまだ甘いです。まだ甘い？チョップを連続で打っていきます。そのまま後ろに投げていきます。頭から落としていった。カウントは2つ。逆に返します。逆に返した。全日本の選手に技を振っても倒れる時はものすごく上手いんですよ。
これは分かんないかもしれませんがね、あまりも上手に倒れるんで。ええ、カバーした。惜しい、本当に惜しい。あっと投げていった。蹴っていった。あっとキック、逆に腕を取った。馬場さん、もう精神力だけで打っていますね。そうですね、捕らえました。あっと捉えた。あっとそのままスリーパー。どうだ、返した、返しました。投げていった。あっと DDT。エルボー、ものすごい表情。胸板に打ち込む。あっと前から後ろから交互に打っていく。この選手、あっと逆に返した。後ろに投げていった。エルボーを打ち込む。パワーボム投げ捨て。そのまま投げていった。相手が後背を垂らす。あっとリバースの体勢、返しました。驚いた。起こします。顔面蹴り。抑え込んで、返しました。驚いた。馬場さん、本当に素晴らしい試合ですね。現在の全日本をこれからの全日本を歌い上げているような試合です。抱き起こす。こらえました。あっと後頭部、円髄を捉えた。強烈に決めていく。毛先切りの連打。顔面ジャンピングキック。汚れた顔した天使たち。
驚いた。この目だ、この表情だ。垂直落下バックドアップ、抑え込んでカウント3、カウント3入りました。